皆さん、こんにちは。集客コンサルタント、横田修林です。今日お伝えするテーマはこちら。業界別集客アイデア100の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、いろいろな業界の集客事例を100ほど集めましたが、今日はその中になかったものということで、飲食店の集客について考えてみたいと思います。こちらをご覧ください。はい、最近ね、やたらと流行っています。かっぱ寿司さんが食べ放題急に始めたり、まあ、銀だこ、ミスタードーナツ、ケンタッキーなどが、期間限定で、もしくは一部の店で食べ放題っていうのを実施するケースっていうのが出てますね。もっと言えば、餃子の王将なんかもやっていますね。食べ放題やったりしていますけど、で、こういう食べ放題ってどうなのっていうことなんですが、なんとなくね、食べ放題っていうと、お客さんがなんか元を取るためにですね、ガンガンやってきて食べるので、お店側として本当に大丈夫なのっていうことが、考えられるんですけど、まあ下にここにもいろいろ書いてますんですね。まあいわゆるワールドビュッフェみたいな、神戸のワールドビュッフェみたいなですね、食べ放題の店の、アルゴリズムと一緒なんですけど、結局大量に作って大量に同じものを出せば、コストも下げられて、人件費も安くなってということで、実は、儲かるんですみたいなことがよくね、言われてるじゃないですか。だから今回も同じような、ロジックにはなってるわけなんですけど、ポイントなのは、その食べ放題をすることによって、かっぱ寿司っていうものに対しての、認知が上がるっていうことなんですよね。そういうことをやってるかっぱ寿司があるって、かっぱ寿司っていう言葉が、まあ、例えば、テレビだったり、いろんなところのニュースだったり、SNS なんかで、出ることによって、かっぱ寿司っていうのをもう一回ね、思い出してもらうっていう効果ももちろんあると思うんですよね。そして、ここで大事なのは、その食べ放題をやったことによって、たくさん食べれるわけじゃないですか。たくさん食べれるんだけど、そう食べるものが美味しくなかったら、食べ放題やっても苦痛なわけじゃないですか。で、安いからと思って、美味しくないものたくさん食べようと思ってるわけじゃないわけなんですよね。だからここで、それなりの味っていうものを追求しないと、食べ放題だから、まあ、安かれ悪かれみたいな形にしてしまったんでは、結局その食べ放題の時には来るけど、そのキャンペーンが終わってしまったら、正規の値段では来なくなってしまうというのではまたいけないわけじゃないですか。まあ、その辺はあるんですけど、まあ、こういう今ですね、集客イベントとして、食べ放題って考えてみるのも面白いかなということで今日は紹介いたしました。はい、集客コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。